はいこんばんはあきらの現場へよこそラスクラ実況です今夜もお付き合いをよろしくお願いします、えー、今日はですね地味な比較の話ですとても地味な数字の話をしていこうと思います、えー、昨日かなあのチャットの方でですね少し皆さんにもお聞きしたんだけどそのユニットソウルの使い道で潜在覚醒とスキルコストこれどっちを優先すべきかという話をしていこうと思います で、ももう先先にに前提とね、結論、言います。えー、まずね前提なんですけども大前提としまして僕自身ユニットソウルは潜在覚醒に使った方がいいと思っています僕自身は理由はそのマザーソウルはあのスキルコスト上げできますけれども、えー、潜在覚醒にはできません潜在覚醒を上げることができるのはユニットソウルだけなんでその潜在覚醒が上げられるユニットソウルだけだということと4凸までやったら こで,で超一技の威力を上げることができてこれができるのも潜在覚醒だけなんですよだからユニットソウルしかこれができないだからこれを優先した方がいいと僕はまず思っていますで、まあ、この検証した結果少し考え変わりましたけどねでこの大前提は一旦置いといてあの潜在覚醒にはねユニットソルの必要量多いですよねかなり多いあの5凸6凸がやっぱ200400ってなりましたんでそれがその先にやっぱスキルコスト上げたくなりますよねなるちゃうんで そこをちょっと一度数値化してみて客観的に見てどっちが効率的なのかコスパがいいのはどっちかっていう話をしていきます。でもう結論言いますね。であ比,較方法比較方法はもう条件決めて比較で、えー、レベル100で潜在学生が4段階まで終わってる状態要するに5凸6凸について比較をしていきます。でユニットのスキルコストは、えー、初期の20という状況です。で潜在学生56それぞれ突破した時のステータスの上昇率をこれをスキルコスト化していきます。 例えばストレングスが8%上昇したらこれはえ攻撃アップサンドと扱いで s c 3ですね。でこの s c 化させるときっていうのは最小値となる組み合わせね。例えば7%だったらえと5と2とかそういう形で組み合わせをしていきます。で各ステータスの上昇率をスキルコスト化させた後にそれを全部合計してね。 ロックステータスあるからね6つの要素あるからそれを合計してそれをソウル消費で上げるには要するにスキルコストの上限をアップさせるには必要な数を出していきますだからスキルコストがプラス3だった場合だったらユニットソールが9いるよという計算でしていきますでこの結果ですけども結論としまして、えー、最終ユニットロギアについてはロギア等についてはねスキルコスト31まではスキルコスト上げの方が5凸よりも効率がよくてスキルコスト67まではスキルコスト上げの方が6凸より効果率が良かったで9ユニット エリザとまあ、これでちょっとね、えー、4体ですねちょっとね数字出してみたんですけども、えー、その例としましてエリザもランスベルも出したんですよ9ユニットとしましてが、えー、スキルコスト29まではスキルコスト上げの方が5突よりも効率が良くて、えー、スキルコスト46まではスキルコスト上げの方が6突よりも効率がいいという結論になりました、えー、ここからですねこの理由についてはですねこう話をしていこうと思うし、えー、この比較方法が,がまずおかしいよっていう方はねぜひぜひコメント欄に書いて教えてくださいでは参りましょう このチャンネルは、スマホゲームラストクラウディアの実況動画を現在、世界で一番多く投稿しているチャンネルです。私が、中野糸明です。以後、お見しろきよ。にはい、それで今夜のコメント集会もイベントダンジョンを回っていきます。えっ、ー、と、まあこの間の土曜日のね、えー、コメントですね、アリーナについたコメントになっていきます。えっ、ー、と、てぜぶたさん。 さん対戦ありがとうございました。3ィリシカ倒せんし、デバフやられまくりでボコボコでしたわ。やっぱり最低限の麻痺と病気対策と、あとは耐久とかですかね。皆さんのスキルコストがどんだけあるのかめっちゃ気になります。これからもアリナで勝てるように頑張ります。またしばらくしたらお手合わせお願いします。やっぱ茂木たも要チェックやって。あの、鉄沼さやっぱこの要チェックや言いたいからですよね。もうね。<laughs> で、そこに茶太郎さんが、えー、コメント返信してくれてまして、えー、うちの子たちはつかさが35くらいで、他は40くらい。 装備で大体の体勢を上げてますと。で、セセブターさんの返信でわざわざご連絡ありがとうございます。アキラさんが出してるみたいな自前習得スキルコストが上がってるのもあるかもですが、意外とコスパよくスキル設定してるんですね。装備で体勢上げつつ、スキルでかたさ上げてみますと。いうことですね。まあ、ここでね、いいやりとりがあったんですけれども。で、ちなみに僕のはですね、スキルコストで言うと、えっ、ー、と、ロギアがスキルコスト42で、で、ザイクスがスキルコスト86。 で、サンティリが65ぐらいで、で、ローランドが63だったと思います。なので、まあ結構モリモリにさせてもらってるって感じですね、えー。アクセルさん。死んでるキャラが MP を回復できるのは何気におかしいですよね。死んでる間は4回分のシャイニングゾーを回復できましたからね。ということで、こちらにもコメント返信がありまして、えっ、ー、と、返信が、えー、チャタロさんですね。先にサンティリ沈めるのはなしかと思いますね。ということで、これのね、アリーナでね、アクセルさんとやった時に僕のサンティリが1回死んだ後ね、 あの結局その帰ってくるまで帰ってきた後にもうシャイニングゾーグを連発できるような MP がねたっぷり溜まってるって状態ありましたからねこれはまあ結構確かに先にだから僕は結構先に 3T でやられるんですけどもその後からまあシャイニングゾーグ切れずにね打てるようになるんでってとこやっぱありましたもんねでこれね確かに MP 回復できるのは何気におかしいというかだったらあの何とスキルもね回復しないとおかしくないと思う時ありますね茶太郎さん 対戦ありがとうございました。3切りの造具地獄が始まる前に、先空ビリビリが発動すると戦況も変わるんですが、柔らかい先空と思われましたが、勝ちこち先空だけがやられなかった。今またメンバー入れ替え、つかさ、ののパクラローランド、レグニスゴ、リリー来宝石、先空禁書にしたら攻め込まれなくなってしまいました。リセマラスタート58日目ですということで、チャタさんそうですよね、リセマラしましたよね。で、58日目でやっぱここまで仕上げてるのは、チャタロウさんすごいなと思います。で、新しいこの メンバー入れ替えっていうかまあそういうリリー大宝石千空金賞が揃ってるあたりでもうなんかもう触れたくないですよね確かにね。うん、で布枠つかさの布枠も怖いしね。で前もさうだけどあの千空カチコチでしたね。あれどうやってんねやろうな、うん、あのスキル構成みたいしですね、うん。やっぱあれぐらい硬くすると千空もなんかこう安心して使えるかなって気がしますね。 はルトさん、お疲れ様です。ステップアップ行きました。なぜか回答ロビンが出てきまして、ボーナスコススキルコストが18になりました。おめでとうございます。最後の3体のうち1体は在イ途中は赤犬が出てきまして満足しております。あ、そういえばここ最近思ってるんですが、では参りましょう。の後の、このチャンネルは私が中の良あきらですが、くなって少し寂しいですと。えー、アリーナは本当になりますね。いろいろ参考にさせてもらってます。せめてフレンドの編成のスキルとか見れたらなとか思ってます。ということで、あれね、あのー、ね、これまでずっとつけてましたね、このチャンネルは。 主にラストクラウドに実況を投稿しているチャンネルですっていう、このチャンネル紹介のね、とこの、の、のワンフレーズはあったんだけど、えー、今日からね、復活させておきました。<laughs> あの、こうやって言ってくれる方がね、一人もいたらね、入れとこうかなと思いますんでね、えー、今後ともどうぞよろしくお願いします。で、あの、フレンドのね、編成のスキルね、確かに見てみたいな、うん、気になりますね。あの、で、一つ思ってんのが僕ね、最近、あの、潜在覚醒の段階見れないじゃないですか。ね。 あのー、アリーナと聞いてねだから逆にその潜在覚醒6段階まで上げてるけどレベルは90のねバーンとか整理オスとかあそういうのとかって逆にわかんないから怖いよなって思いましたね。はい、という感じで、えー、今日もねたくさんまたコメントもさせてもらいましたけれどもえー、とまたねぼちぼちちょっとまたコメント止まっていってますけど残りはまた読んでしせてもらいます。 はい。では本題に入っていこうと思います。もうすでにエクセルの画面が出てますね。はい。<laughs> とても地味な今から数字の話をしていきますから、あのー、ね、なるべくついてきてください。あのー、まずこの一番上にロギアの、えー、レベル100能力解放済みで4凸済みのステータスが一番左側に入れてます。HP からマインドまでね、6項目入れてまして、で、右側に5と6っていう,いう表がありますけれども、それぞれプラス値と、えー、ボリューム、えーと、プラスになった結果ですね、合計値を出していってます。 要するに、4から5になった時に HP は最大は4055に変わりますよとその増えた数は161増えてるんで、えー、パーセンテージで割るとは元のね、えー、4突の時のステータスで割ると、えー、4ン1増えてますよという形になります同じく6突に関しては、えー、6突の結果 HP は最大4239になるのでこれは5突と比べてます5突の状態から えー、プラス184増えるっていうことは4.5%増えたというふうになっています。で、それぞれ HP、MP、ストレングス、ディフェンス、インテリエンス、マインドについてのその数字を出した結果、えー、パーセンテージがそれぞれこうなります。で、なんでわざわざこれ合計値を出してるかって言ったら、まあ、5凸と6凸であの違いはあるのかっていうのも含めて出してるのと、えー、下にランスベルとエリザがいます、えー。これに関して言うと、その、同じくその、新キャラと旧キャラね、 あの僕はロ,のローランド以前を9と考えてるんですけどもローランドより以降の,あの新キャラとその9キャラで何が違いがあるかなと思ってランスベルとエリザについても出してみたんだけどあのやっぱ合計値がねだいぶランスベルとエリザは多いんですよ、ねえー、ロギアはね5凸も6凸も28とか29とか近い数字ですでランスベルとエリザに関しては3334そしてエリザに関しては5 6凸の時は35%超えてるんですね合計があ,あとこれ合計したのんでかって言ったらその アタッカータイプだったら多分やっぱりストレングスとかそういうのが,のが上がりやすいんですよね。数値的にも実際そうなってます。ストレングス5%ロギー上がってますからね。で、ランスベルに関してはやっぱディフェンスとかのあたりも高くなってるんですよね。やっぱ7%上がってるから。だからその合計値で出します。でエリザー同じようにやっぱインテリジェンスがやっぱ7%上がってますんで。っていう形でなってるんで、やっぱその9キャラの方が、まあ、元々のステータスが低いからっていう、まあ分母が低いからっていうのでパーセンテージが上がりやすくなってるし、やっぱり救済っていう意味で上げやすくされてるみたいです。 でもう一つあの新キャラでつかさも見ときました、うんあの。新キャラはどのぐらい数字かっていうの違いがあるのかと思って、つかさの場合、まあ、期間限定のね、ユニットだけども、えー、と同じくですね、5凸の時は、えー、パーセンテージの合計としましては29.66、まあ、約30%です。で6凸に関しては30.5%なんで、だいたい30%。まあまあ近い数字なんですよ。うんあの。ちょっとやっぱつかさの方が高いけども。 なので、まぁ、あ、ちょっと、とりあえず、まあ、平均的なユニットということで、まぁ、あ、一番最新ユニットのロギア。うん、で、これ、工場ガチャでも出るからね、これからね。限定じゃないんで、このロギアを例にして、まず見ていきます。ここまで OK ですか <laughs> もう、ほぼ授業みたいになってるけどね。はい。で、ロギアは先ほどの数字を下に持ってきただけなんで、これはグラフ変わりません。で、このパーセンテージが、あのー、ちょっと、えー、数字がややこしいんで、えっ、ー、と、小数点以下を下誤入した数字に変えました。 それがこちらで、えー、5突の時の数字がこれです。HP は4%増えて、MP は3%増えて、ストレングスは6%増えて、というふうになってきます。で、これをスキルに換算していくと、HP アップ1って5%上がるんですよね。で、MP アップ1って5%上がるんですよね。結構上がるんですよ。で、まあ、それでこう、あのスキルコストを見て、を当てはめていきました。で、結果、えー、スキルコストの合計は13になります。5%、あの、ごとした時に上がるステータス。 の、えー、スキルコスト化させた時の合計値は、えー、スキルコスト13で6%に関して言うとあごめんなさい6凸に関して言うと、えー、と同じく13これはほとんど変わらなかったですあのパーセンテージねあの見やすくしたね数字を見やすくしたら HP はあの4と 4%5% で違いあるけども先ほどうように HP アップ1が5%パーなんで同じ扱いになりますんで、えー、13になりましたということはスキルコスト13上げるのにどれぐらい ユニットソウルもしくはマザーソウルでもいいんだけども要するにソウルをどれぐらい使うかっていうのを出していけばいいなのでそれがこちらで,ま,でまず一番最初の条件としましてねボーナススキルコストの話してなかったんでここで言ておきますけどボーナススキルコストは一旦なしで考えてますねありにしちゃうとまだややこしくないですよからね一旦なしに考えさせてもらった上でで,で、えー、スキルコストプラス13するに必要なソウル数って、えー、最低で70なんですよね、えー、20から33まで上げるに必要なのがあーソウル数70いるんですよ そそうだそうだだこっちの表も見しておこうここここに表を作ってるんですよスキルコストとソウル数ね位置上げるのに必要なやつとかを累計でこう数字出していってでスキルコストプラス13で必要なソウル数でどれぐらいかってったらここで7 7な合計がねでその上でですよソウル数は70だったとってことはやっぱりその、えー、5凸とか6凸って200とか400ソウル数いるんでやっぱ5凸2006凸時400よりもやっぱスキルコスト上げの方がコスパがいいんですよ 結局ただあのスキルコスト上げて上に行けば行くほど多くなりますよね。でこの条件で要するにスキルコストプラス13が200を超える時っていうのも来ます。それがいつかって言ったら、えー、とこれもね同じくこっちの表で見ていたんですよ。えっ、ー、とこれでねほらここがまあスキルコストプラス13の表なんだけど、えー、ずっとで、えー、1から十4だったら77いるんですよね。二2から15だと84いるっていう形になっていてで25。 プラス25だからえっ、ー、とプラス12から25まで上げるときがあ200超えてきます。っていうことなんで32から45のときスキルコスト32から45まで上げるっていうときはおとつの方がコスパがいいです32以上のときね。でさらにこれがあの6とつの場合ねスキルコスト13が400を超えるときっていうのはあるのかっていうのを見たんですけどもそれがえっ、ー、と プラス13でね、400を超えるときってないんですよ。もう上限までいっちゃうんですよ。上限、あの、プラス60、あ、ごめんなさい、スキルコストプラス60だから、80-13だから、えー、っと、67か。67から80を上げるときでも、最大でも390なんですね、マックスで。なので、あの、結論としては、ないんですよ。スキルコストプラス13が400を超える条件ではなくて、えー、スキルコストプラス68以上のときね。うん、これが要するに、えー、っと、 もうプラスキルコストがプラス68じゃなくてスキルコストが68以上の時要するにプラス13もできないっていう状態の時のみが六凸スキルあのユニットソール400かけて使った方が有効まあこれコスパがいいって言い方じゃなくてもうじゃないと上げれないからじゃないと上げれないからもう有効という書き方にさせてもらいましたはい えー、結構掛け合わせてきましたけども、えー、要するにロギアの時ね新キャラのロギアの場合ですけれども基本的にはスキルコストだから20っていうあのノーマルの状態の時やったらまずスキルコスト上げた方がいいよと5凸6凸の方にユニットソウル回すよりかでスキルコストが32まで来たら、まあ、31まで来たから32以上だから31まで来たらもうそのユニットソウルはあのー、スキルコスト上げに使わずに、えー、っと5凸の方の に貯めていった方がコスパ的にはいいよ。で、6凸に関して言うと、もうスキルコストをマックスに上げてからでいいという感じかな。うん、まあ68以上だからね。っていうとこローマで、まずロギアの話。で、えっ、ー、と、先ほど見たように、その新キャラと旧キャラで結構そのプラスのパーセンテージが変わってましたね。結構数字が違かったんで、そこをさらに整理していきますと、エリザの場合ですと、えっ、ー、と、 同じく5凸の時のパーセンテージの合計を,すをしてあのスキルコストの合計をするとあのやっぱインテリジェンスのマインド結構高いんですよね。ここがあのロギアとの違いちょっと太文字にしてますけどもここがインテリジェンスあの要するにえっと魔力アップさんと精神力アップさんに変わってます。なのでスキルコストは合計15。で6凸に関しても同じくです。同じく数値はここだけ変わってきました。まあ、MP が 3%4% で変わるようになりましたけどここは変わらないんでスキルコスト的には。でなので合計プラス15。 なので5とも6突も同じくスキルコストプラス15でできるというのが分かりました。でこれを同じくですね当てはめていくと以下の条件はいずれもボーナススキルコストを含まないものとしまして同じくスキルコストプラス15となるのは20から35上げるときに必要なソル数は先ほど同じ表でね見て80です。なので、えー、5突つ2006突時400よりもスキルコスト上げるのがやっぱコスパがいいんですよ。で スキルコストプラス15がもうこれ200を超える条件でいつかっていうのを同じようにこの表のね、隣、チラチラ見えてたと思うんですけどね。チラチラ見えたこの表の隣、こっちでも見てました。スキルコストプラス15で。で、その数字が30から45の時が超えます。なので、スキルコスト30以上の状態やったら5突の方がコスパがいいんで、まあ、その9キャラなんでね、スキルコストも結構上げてる方がいい、おると思うんですよ。30以上やったら多分いると思うんです。大体皆さん40とかにね、まず上げたりするから。なので、その状態でやったら、 やっぱ5突を目指した方がいいでスキルコストがプラス15が400を超える条件はこちらはありました、えー、それがスキルコスト47から62に上げる時まあまあまあですねかなり高いスキルコストだと思うんですけどもこの条件の時だけ400を超えてくるんですよでそういう場合だったら6凸した方がコスパがいいと、うん、この時点でその47から62に上げるのに405いるんですね だからそういった場合やったらあスキルコスト上げよりも、えー、6凸目指してユニットソールを貯めた方がいいという結論になりましたここまで大丈夫でしょうか <laughs> かなりちょっと地味な話になったんで、えー、と気になる方はですねあのー、どうしようかなまあちょっとスクショして見といてもらえればいいかなと思いますんで、はい、という結論になりましたとさはい というわけで結論です。最初にも言いました通り、最終ユニットロギア等については、スキルコスト31まではスキルコスト上げにユニットソロ使った方が効率はいいと思う。で、スキルコスト67まではスキルコスト上げの方が6凸よりも効率が良くて。で、9ユニットエリザ等については、スキルコスト29まではスキルコスト上げの方が5凸よりも効率が良くて。スキルコスト46まではスキルコスト上げの方が5 6凸よりも効率が良いという、まあ今回の条件で見たらね、いい結果になりましたけども、これはまだその、ね、まだいつもの、ね、言い訳をするわけじゃないけども、 一概には言えないよ、ね、で何よりも大前提としましては僕はあのユニットソウルは潜在覚醒に使った方がいいと思うただ4凸まではそのステータス上げもそうなんだけどその超一だアップできるから僕もだから4凸まではユニットソウルは使っていってでその後5凸に関してはこの結論ねこの結論で僕はいいかなと思ってますうんまあざっくり言うとだからまあどっちにしてもスキルこそ30ぐらいまでは ユニットソールはスキルコスト上げに方に使ってあげてで、その後に、うん、あのー、そうね、ごとつはして、で、えー、最新ユニットに関しては、もうマックス上げるまでは、もうユニットソールはスキルコストに使ってもいいかなって気がしましたね。もう67って出てるけどもね、うん。まあ、一つの基準として考えてもらいたらいいかなと思って。で、9ユニットに関して言うと、大体まずそのスキルコストって言うと、40ぐらいまでみんな上げてると思うんですよね。まあ、僕も上げてるから。なので、 あのガチャで被ったりかかしてるからねそういう46まではまあそのユニットソール使ってもらって5凸6凸まあ目指すのはもう、まあ、そこまで上がってたらまず5凸を目指してその後6凸を目指すという方がいいんじゃないかなという結論になりました僕はまあ一,回一旦この方針でやってみようかなと思いますし皆さんなんか気づいたあたねこれはこっちでこういう考え方した方がいいんじゃないかっていうのはね是非やりましたらコメント欄に書いて教えてくださいはっ <laughs> という感じでちょっとですね、今日はね、もう数字を並べたちょっとね、地味な話になりましたけれども、いかがでしたかはい。<laughs> ま,またね、ちょっと、ね、明日はですね、えー、そろそろいい加減で、ね、70回をね、今日の晩の、まあ、この後のね、えー、サブチャンの方ではね、クリアしたいと思うので、えー、クリアできたらね、そのクリアパのね、解説を明日の本館でやりたいかなと願っております。それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。